ックにないか。こっから見渡せたんだね。わあ、懐かしいな、ここも。ぴょーん。懐かしい。マラソンしたなあ、ここ。ああ、この屋敷の中とか隠し部屋とかない？見落としてる隠し部屋ありそう。ないか。ワンチャンあるとしたらここか。ないか。平田屋敷、隠し部屋なし。まあ向こうにあったからな。この前衛基地にはねえのか。そっちのお屋敷にもあったかもしれないけども、燃えちゃったもんね。いやー、この人生存させてたら何かあったんだろうな、きっとな。名前忘れちゃったけど、国取りなんとなんとかのみたいな。ないよな。ああ、ピタッてくっついて何もない時の悲しさ。こっち側って、ああ、なんかそっちに庭があるな。そっちって行けたのか。ああ、行けないのか。行けそうもないね。行ったところで、もし行けるんだったら、なんか多分ね、フロムさんの優しさで、その辺にこう、アイテムが1個ぐらい配置されてると思うんだけど、ないとこ見るといけないな、これは。その、優しさがあると思って何度裏切られたことか。行けんのかいみたいな。まあここはね、一応、あって、あるけど、もう一箇所ぐらいあったりするのかな。これな、まさかの。もうここは見落としさすがないと思うけど。チャリロリチャリロリー。特になんもなかったっすね。はい、じゃあ次。ここだけで30分使っちゃうのか。まあそうだよな。ここは、ああでもな、前半の方見てないか。あのおばあちゃんが移動した後とかどうなってるかとか。いや、あとそうだよ。俺一個気になって、超気になってんのが、オチの巫女がいねえんだよ。俺、まだ渡してない書きあったんだけどな。どこ行っちゃったんだろうなぁ。もちのみこがいない。ひゃー、ここすごいなぁ、でもなぁ。ねぇ。幻想的。あと、絵巻物の世界だよね。やめなさい。あのおばあちゃんがいたのって、もっとあっちか。ああ、どうだろう。上のやつら倒してた方がいいよな、絶対。あれ、どこだっけ。あの屋敷だったかな。こっちって来てないな。まあ、でも、そっか。やべ、あぶねえ。おばあちゃん、ここにいたんだよね。特に変化ないか。まあ、あとこっちはないと思うんだけど。散々マラソンも探索もしたし。ただこの下ね、この下なんかワンチャンあればと思うんだけど。首なしがいたところと、あとあっちの主がいたところ、主がほら、いなくなってあっちに落ちてったってことは、どっかから、あ、でもあの、でかい滝から落ちてったってことか。ナイアガラ状態のところは。
あの下がちょうどあそこになるのかな、猿、首なしの猿いたところ。まあ特にないか。この滝の影に何か。ない。もうここはいつものマラソンコースで、こっちに何かあるかってとこか。眠っている。ちょっと一回帰りますね。アシナの底。もうないと思うんだけど、まあ一応一通り行ってみます。まあもうないと思ってて、まさかの2回目あそこでね、あのだだっぴろいところであったからね。上から落ちてきた。ああ、だから結局そうだよ、あそこ行けてないんだよ、あの穴、横の穴ねえ。何なんだあそこ、気になりすぎだろあれ。どっかこの辺から。いやー、そこどっから繋がってんだ。絶対、完全に見てるとこ違うんだよな、きっとな。見るべきとこが違うっていうか。もうこの辺からじゃないよな、もうこんだけ見てないんだから。と思ってな、前も散々なんか、上から落ちるときになんかね、横穴があるんじゃないかとか、調べたつもりではあるんだが。悔しいな、あそこ。わかんないな。なんかイベントなのかな、やっぱりな。いける、ワンチャンあるとしたらもうさ、その、角度的にさ、こいつが倒れるっていう。これが。こいつが倒れればいけそうな気がするんだけど、どうなの。これが前に倒れたら届くよね、きっと。倒れません。あの大砲くんたちがドン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 って撃てば倒れたりするのかな。なわけねえか。いや、こっちからかなと思って散々パラ見たけどね、ないんだよな。ちょっと俺には無理かな。私には難しゅうございました。ノーサル。ああ、そっか、これで気づけってことか。これ元からあったんだとすれば、これででかい猿がこの後ここにみたいなことかな。そういう優しさだったかな。ごめん、優しさを優しさを汲み取れなかった。いや、そこも穴開いてんだな。そう、穴といえば白蛇ちゃんも倒せてない、もう一体。うわー、見失う。まあ、完全にこっち向いてんのか、まあ、戦うかしたら。待って待って待って。
ういうやつ。まあこっちか。ここはどうかな。この状況になってからはまあ結構あれうろうろしたよね。あの首なし倒したくて、ここはああそうそう、こんなのもあったね。これよく見てないね。お地蔵さんが、ああ、なんでここに埋めようとしてたんだ。あ、こっちから入れないんだっけ。なんか光ってんな。まあまあまあ。あの、なんかその、そういう類だろ、光ってんの。あ、同じ光だね。で、こっち行っちゃうともう、あそこだよね。水晶村？君ら。なんで急に君らが出始めたんだろうか。そういう変化は別に求めてないよ。あだーいたで、こっからハイパージャンプ落下攻撃できる？的外したよね。途中でなんか狼にロックオンしちゃったよね。あ、いつの間に3000も溜まってる。無駄に買おうっと。ああ、うなたんだったかな、買うべきは。91個もある。死者だ。まあこの先はもうねべ。まあそこまで行くか。なんだっけ。ギョンギョンギョギョン。ここ行って、また橋のとこに侍が一人いるんだっけ。しゃあ。その屋敷の中はもう、あいつ、行っただろ。いやー、こいつもなー、嫌な敵だったなー。あ、そっか。あの後ってここどうなってんだ。ああ。めちゃめちゃ。ああ、なんだ。あ。これでいけるんだ。一応、こっから。はあ。はあ。おみこし壊れちゃってるけど。なるほどね。ここに現れるんだ。そうですか。そこを一通り見たね。落ち谷。まあ、そうね。白蛇が。まあ、あれはきっと倒せないんだろうな。ちょっと気になるといえばですけど、なんか腹の中に嫁入りするみたいな。ねえ。あれが意味わかってねえな、みたいな。あんま関係ないのかな。一応行きましょう。ね、イベント進んだことによって何か起きるってこと本当にあるから。やっぱ、そういう意味では俺一番気になってんのが、あれですわ。やっぱり、まあ何回も言ってますけど、改造人間くん。彼が、全然もゆく、行方くらましてるし、その、施術した人も逃げちゃったじゃないですか。あいつらが、なんかこの辺でね、なんか投資隊になってるとかさ、死なないんちゃうんかいな、みたいな。どこにいるかわかんないんだよな。
まあここも前来ましたけどね、倒してからも。いやー、この暗がりに進んでいくの本当ちょっと怖いよね、このゲーム。何か来そうでドギーンってなっちゃうもんね。ああ、こんなとこ登ったことなかった。でもなんもない。じゃあちょっと順路行くか。わあ、こんなだったっけ、ここ。上あるの？ん？ああ、ここ切ったんね。もっと明るかったときにね。来た来た。わあ、こんなとこあったっけ？全然覚えてないな。まだ生きてんのか、お前は。渋てえな、お前。わー、暗い。いやー、ここも何度落下死したか。何もなかったっていう。いや、まああるかもしれないけどね、俺が。あー俺が気づけなかっただけで。なんかあるかもしれないけどね。これが動くとか、ゴゴゴゴっつって。ここもなー、たくさんあったね。うん、これはもう落下するしかないのか。うわー、もうここか。うわぁ、リンチやん。無理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 。一人しか。ああ、無理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 、死んじゃう。やっぱこうなっちゃうのか。 PS4 Pro でもやっぱりこんだけ動かすなると結構きついのか。うーん、嫁入り、なんもないな。まあ、なんもないっていうことが確認取れたから、それはそれでいいのです。うん、後からね、あ、 あそこにあったんじゃないかなって、こう、気をもまなくて済むっていうか。千宝寺ね。いやー、こうやってなんか振り返り暗夜するだけでももう、これだけでも1時間経っちゃいましたね。はい。ということで、じゃあ続きはまた明日。お疲れ様でした。はい。5月11日。アシナアンギャ2日目でございます。アシナアンギャっていうか、アシナ、振り返りの旅。まあ、ここはね、千宝寺は、まあ、基本、タコもあげたし、もう、この辺りはないと思うんだけどね。タコ上がってる状態、今。上がってる状態だね。あ、もう上がってる状態だといねえんだ。彼。はあ。なんだよ、この状態で固定できるんだったら俺一人だってできたはずじゃねえかよ、これ。おかしくね？ねえ。
あーでもなんかこの、あーこの火がついた状態で来るのって初？あれ前も来たっけ。ここ二人並んでんじゃねえよ。お？片城が現れてる。ん？何か変化あるのか。なんで急に片城現れた？何かを告げている。なんもねえな。え？単に見落としてた。あれ、いやーそんなことねえと思うけどな。来ちゃない。ズビュー、なんもねえんだよな。特になし。一応あっちも行くかい。あれ、こっちも渡ったら、なんだっけ、何があるんだっけ。谷落ちの洞窟、これなんだっけ。ああはい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 、ああこからのヘビちゃん倒したとこだ。そうか、生ガキ。いや、あの柿は何を意味するんだ。